ーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。チーム代表の篠崎です。質問をいただきましたのでお答えしたいと思います。っていうかね、この質問はね、絶対ね、初っ端来ると思ったんですけども、意外と来なかったですね。車の中で走りながら動画を撮っていると絶対に最初に受けるだろうと思った質問、それは、お車何乗られてるんですかっていう質問ですね。私が何の車を乗ってるかというと、フェラーリです。こういうなんかバーとかついてますけど、僕はですね、ワンボックスの車に乗ってます。具体的にちょっと社名は避けるんですけども、ワンボックス車に乗ってます。昔ちょっとスポーツカー的なのも乗ったことがあるんですけど、あのトラックみたいな車が好きみたいです、僕。なので、あのできればね、マニュアルがいいんですけど、今マニュアル乗ってると、まあ、ちょっとド変態だと思われるんで、てか乗ってたんですよ、この車になる前に5年ほど。マニュアルがいいですけどね、あの最近アクセルの踏み間違いによる事故って結構あるじゃないですか、まあ、高齢者の方に限らず、まあ、高齢者の方が多いですけど、あれね、踏み間違え防止の装置とかも出てますよね。ガッて踏んでも出ないようになったりとかする機能が、あとあの、ブレーキサポートとか、いろいろこう車も安全性が上がってると思うんですね。しかし踏み間違え防止というのはですね、僕はマニュアル車に乗れば全て解消すると思うんですよね。だから、楽しちゃいけませんみたいな感じになると、より一層踏み間違えの事故は減るんじゃないか。マニュアルの免許を今持ってる方もだんだん少なくなってきて、まあ AT 限定の免許だと思うんですけど、マニュアルってあのアクセル踏んだだけだと前進まないんですよね。ギアを1に入れないと、ギアの1に入れてクラッチをこうシューってこうシューって離さないと、前に進まないわけですよ。そしたら、ね、絶対踏み間違いないってね。なので、ちょっと話が戻るんですけど、僕が乗ってる車はワンボックス、今はオートマだけど、できればマニュアルが乗りたい。最近多い踏み間違いによる事故、これはマニュアルに乗れば防げる。そういった感じで今日の動画は終わりたいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は誠意を持ってしっかり答えたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それではこの辺で終わります。さようなら。